やってまいりました。今回はなんと喜多方町にやってまいりました。はい、皆さんずらーっとこっちにどうやって書いてあります。今回は道の駅喜多方にありますよっちみる屋さんにゆるでもにやってまいりました。それでは今から店内の方に入ってまいります。どういう美味しい食べ物に出会えるか楽しみです。塩辛揚げ、じゃんじゃん、すごく美味しそうですね。一番の惣菜の部門で今一番人気ですね。これはですね、先ほどいただいたんですけど、すごくサクサクで、中がジューシーで、カラッとジューシーに揚がっています。とっても美味しいですよ、これ。朝並べてもすぐなくなるんですよね。そうですね、数がですね、限りがありますので、ね、はい、まあ、40から50は使っていますので、本当に美味しいです。甘さが強い、本当に甘さが強い。こちらの地通りに行ったら、こちら芋麺ですね。わー、天ぷらもあるんですね。そうですね、地元のお芋を使った揚げたてのサクサクの芋麺だったら、こちらも非常に人気の商品でございます。美味しそう。皮をサクッとですね、揚げているんですね。これはお菓子もですね、もうお野菜も美味しいんですよ、ね。それから、炭火焼きでも、うずらの、ね、炭火焼きですね。すごい変わってますね。これはお酒のお供とか、ビールのおつまみが最高ですね。これも本当に、今日はたくさんありますので、早い時はもう午前中でなくなってしまう。あるんですけど、すごい美味しいんですよ。芋の豚も、こちらは芋がですね、普通の芋の色と違って鮮やかですね。芋の芋が鮮やかで、もちもちして中に入っているので、これは素材と芋の豚があるんですけど、こちらはですね、こちらが粒あんの方が粒あんしかないです。画像を見ていただければ分かると思う。手作りなんですよ。猿かけの葉っぱをですね、こう出てきて、大きさに合わせて、手作りですね。すごいですね、こうやってね、一個一個がですね、丁寧に作られてる。もちろん、米を作ってらっしゃる方がおられますんで、お餅もとても盛んですね。お餅作り、そうですね、お米がね、喜多方はすごく美味しいんですね。
自分のところで作った一番美味しいお米をいただいてるこれいいですね、蒸しパン。なんかいつもの蒸しパンと違って、これ何が入ってるんですか。柚子が入ってますね。柚子いいですね。なんかいい香りが、柑橘系の香り、蒸しパンの中に柚子、すごい考えられますね。YouTube にちょっとまたいつか試食してみたいと思います。江戸焼きですね。江戸焼きです。珍しいです。で、喜多方といったら江戸の松葉ですね。江戸の一つ一つが量が集まってくる。そうですね、はい、江戸の焼き印が押してあります。ちょっと分かりにくいんですけど、かわいいですね。可愛らしい江戸焼きです。これ名物ですね。黒あんと白あんですね。の会の方たちが朝早くから起きて、ご苦労様。あ、なんかすごい袋の味が涼しくしてもちもちしてそうですね。一応しなみに丸のカレーです。私が食べたいなって時々思うのがこれですね。焼きおにぎりも食べたい時あるんですけど、焼いて醤油につけて工程が大変ですね。今日はありがとうございました。それではですね、地面のそばというのがあるんですね。お土産品でもいろいろ持って帰られるんですか。そうですね、年末の年越しそばに売れました。年末で売れまして、とても美味しい。すごいですね。あの一年以上って言ったらね、山芋とちょっと違うんですよね。あの粘り気がすごくあってですね、これで食べたらあのビタミンとかミネラルとかリンとか入ってるんですよ。で、需要競争と健康増進、ね、もうパワーアップするそうですよ、ね、最近はなんか若さの食べ物っていう食べたものがですね、体にすごく良くて若さは別名山のうなぎだそうです。なんか本当とっても元気が大きいからに、これ一押しですよ。皆さんのお土産とかそういう買って帰られるときにバッグみたいになってるんです。こうやって手にこれで帰られるので楽ですね。普通あの1本買って帰るとかなり、ね、大変ですけど、体が中にあるお前の自然薯吸い込んでありますので、これをこう湯がいて吸い込められるともちもちとして、ね、普通のそばとちょっと違って、ね、栄養が満点です。ぜひこれこちらの4つぐらいに置いてありますので買い物ください。はい、そしたらですね、皆さんこちらにほら、ね、果物フルーティーだったので、今度はお給料にいちご、ね、私が大好きなのはいちごです。今年の冬から喜多方町でいちごを作ることに成功しました。なんか試食があるみたいなのでそれだと思います。食べていいですか。はい、ぜひ。じゃあいただきます。このままでいきます。はい、
ちょっとまあ寒い日が続いたね、色づきがちょっとあんまり良くないんですけど、まあ甘さ的には非常に甘くて、特にこの大きい粒のやつですね、このお土産用ギフト用なんかもよく動いてますね、すごいですね、なんか宝石のように一つ一つ大切に並べられてね、はい、まるであの宝石箱みたいな、はい、ね、形がですね、名前がサラサラの品種ですね、はい、これあの一粒もう丸ごとかぶって食べたいです、皆さん、この機会に2月14日バレンタインデーを行います。こちらにお求めください、ね、あのケーキの上にね、ちょっと入ってくるね、それをこう飾ってプレゼントするっていうのはすごくいいですね。そしてあの後でですね、いちごを使ったあのデザートとかですね、吉村さんの商品を販売しています。あの後で外の方のですね、売店の方にも行ってみたいと思います。楽しみです。ほっと一息、道の駅カフェ、よちみの屋で一休み、みんなおいでよ、のんびりしよう、ここは延岡のパラダイス、お腹も心も満たされて、ひたかたよいところ、楽しいよ、ひたかたはよいところ。はい、皆さんこれはですね、はい、こちらですね、天ぷらのすり身とか、ね、美味しそうなほら、ね、こういったのがあるんですね。このお昼時にはちょっとお腹が空いてきた。これいただきました今。甘いんですよ、魚のつぶみがとっても甘いです。商品がいろんなあの商品があるんですね。ありがとうございます。あ、これはチリ麺が全部チリ麺あるけど、チリ麺ね、チリ麺が美味しいですよね。うん、これはあの延岡の海でいろんなところで食べた、カゴ川で取られたんです。チリ麺にエビですね。そしてこちらさつま揚げ、うん、鹿児島のとちょっと違ったところがあるんですね。おいしい、もう後口が余ってますね。ビールかなんかちょっと食べたい、鹿児島を揚げちゃってるのか、あとはごぼうと人参のすり身、これエソっていう魚なんですかね、エソを揚げてるんですね。そしてこれ端巻きみたいな感じになってますね。これは
子供さんのおやつでもいいですね。おっさんに来たい人がよくこのままドライブするみたいな感じで買って帰られてくれば食べられてもいいですね。美味しそう。で、こちらがイカ、エビの天ぷら。で、エビとイカの組み合わせになってるんですか。そうです。すごく美味しそう。ティーバシティですね。これですか。コロナ禍にあのイワシが凝縮しています。いくらでも食べちゃいます。美味しいです。いいですよ。金子さんです。はい、もうすごいかっこいいですね。もうかっこいい人が焼いた地鶏、じゃーん、こちらに今ひねきたてもやもやのものを焼いていただきましたね。3倍ぐらい美味しいでしょうね。キメさんが、ファイヤー、今ですね、焼きたてそのままです。いただいてみますね。これは本当に素敵ですね。これ天国のあれにつけたそうです。お好みでいただきます。ご賞味は私が大好きなのでつけていただきます。香りがすごい。甘みとですね、緑もこの炭の香りが鼻からすごい出てて、めっちゃ美味しいです。これ弾力もありますね。なんかジューシーですね。はい、皆さん、はい、こちらですね、もう本当美味しかったです。後でこれ残りいっぱい食べてみます。帰ってですね、楽しみです。こちらですね、円屋さんですね。円屋さんのなんか PR ポイントをなくします。活気あふれる道の駅オッケー、大丈夫ですよ。はい、園芸さんですね。このこちらの車がですね、駐車場が目の前にあって、もうすぐ降りましたらトイレ休憩もできますし、で日中の店内にもですね、お買い物をたくさんされた帰りにですね、こちらの園芸さんのもうジュージューとした炭火焼き、これを買って車の中で食べてください、ね、お腹が空かれているあなたですね、もうとってもです。ご飯にも合いますし、そしてあと、ね、夜になると持って帰って、はい、ビールのお供になります。ぜひお試しくださいね。それでは皆さん、さようなら。はい、ほっこり感すごい、さよならですね。お花が、次は花、お花がすごい色とりどりです。綺麗な感じですね。一人で50円だそうです。ね、この絵が。これは何でしょうかね。
入るんですね。タサラブネバンチ。タサラブネバンチ。一回いただきましたけど、本当にタサラブネバンチこちらです。ね、もう焼き芋。本当にこれ食べれると本当に宝がね、満たるような感じですね。こういうのもあるんですね。はい、すごい。たい焼きのバージョンもあるんですね。今やって。はい、今やって。いいのだけ。だけやってます。ありがとうございます。ありがとうございます。
これも本当にですね、美味しいです。食べてしまいます。ゆっちむやに来られた時には最初ね、入り口付近のところからずっと入ってくる時の一番最初のお店がこちらになりますので、たこ焼き福ちゃんです。ぜひあの福ちゃんにも会いに来てください。そして私もアルバイトしています。ぜひ遊びに来てくださいね。待ってます。のうまいもの四季折々の名産春は山菜名